はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説続きをやっていきます。で、まあ、ちょっと前回の動画見てもらえればわかるんですけど、何でも上画面と下画面の比率を変えました。下画面を少し大きくしてるんで、なんか上画面がちょっと小さくなってる感じかな。何回かはちょっとこの比率でやっていきたいと思います。で、前回は海底火山をクリアして秘宝を手に入れましたので、次はどこへ行くかっていうと、真実の目があるから、そう、暗いところがなんちゃらっていうのも、まあ、いけるはいける。ただ、あれ、ちょっと待って、早い早い早い、こいつ完全に追っかけられた。馬だからな、やるな。サーベル、弓が若干減ってきた。大変やったりと、け、何、麻痺攻撃か。ちょっと肉食って、早くこの毒画からおさばらしたいんだけど、ペットが弱すぎる。こっちの右側に行ってみましょう。マップの光の洞窟、あれ、光の洞窟が出たっけ。山の神様みたいなところを先行く。上の方、凛の町のとこ。てか凛の町ってさ、全然探索してないんだけど。そういえば入ってなんかすぐ終わった気がするから。武器屋とかって見てないんじゃないかって思う。発掘ポイントがあるし、そもそもトレジャーポイント。目薬いらねえ。で、家に入ろう。リンの家1階、誰もいない。2階に行こう。いた。娘が山の洞窟に薬を取りに行ったまま戻りません。リン大丈夫かしら。というわけで、リンちゃんが山の洞窟に行って戻ってきてないと。女の子の一大事なんで、山の洞窟へ行きたいけど、イベントポイントがこっちにもあるじゃん。ん、これ酒場か。ジジイ、わしは学者だ。山の神などおらん。風が洞窟を通り抜ける音。まあ、学者はみんなそういう感じなんだ。この間真っ白なダンジョンに迷い込んでもう出られないと思ったけど、なんとか出られた。あ、この人ね、ここにいたんだ。いい曲ができた。これで完成か。聞いてくれてありがとう。名乗っていなかったね。アレイト、ミューズの一人なんだ。このミューズが一番いいな。お姉さんっぽい。良い客にも恵まれたし、そろそろ故郷へ帰るかね。お礼、マジックパーでしょ。マジックパー大して使ってないよね。5278が今多いのかどうなのかよくわかんねえ。なるほど、学者派と学者じゃない派で少し意見が分かれてんだね。で、上の方もトレジャーポイントがあるんで、ここを発掘しよう。ん、なんだ、花の扇。リンっていう可愛い子がいる。病気のお母さんを世話している。父親行方不明。まあ、俺が貢いでやろう。金結構貯まってるんじゃん。18,000円。三段突きクロスカウンター、チェーンソー、ファイヤー、電撃ムチ、火縄銃。銃か。でもこれ敵一体だよね、どう考えても。ミスリルソード、ライトサーベル。ライトサーベルがちょっと欲しいな。18,000円もすんの。金全然ねえわ。じゃあ防具屋さん、防具屋さんというか道具屋さんで、まあ、さっき言ったけど目薬100円だけど売ろう。これはちょっと後で預けよう。で、ここは
防具はないね。癒しの杖とケアルの書が売ってる。じゃあちょっと一回宿屋に行きます。あの発掘ポイントのやつを使ってるんでアビリティが減っちゃってるんで、それを回復させましょう。あとさっき手に入れた花のなんとかみたいなのを預けてくる。これも預けられるのは個数限りあんのかな。力の元とかね、元系ちょっとやっぱり上がりづらくなってきたところで使うのがいいと思うんで、で上に行く。今回は上、山の方へ。山の洞窟周辺ってか、いきなり洞窟があるんだけど、周りは左から行くと敵兵がいる。回り込もう。なんか発掘ポイントが、げっ、あっちにも洞窟あんじゃん。どうなってんだ。じゃあ先に下の洞窟行った方がいいのか。まあじゃあちょっとこっちの洞窟から攻めよう。地下1階繋がってんのかな。結局スライム、雲、一網打尽にする。ガッジュラッタールがめちゃくちゃいっぱい、イエローゼリーもいっぱいいんな。ちょっとなマジできっちいかんな最近。サブマシンが1回使うか。で炎、マシンガンだけじゃやっぱり倒せないね。超大超で愛人が速くなってるから、これでほぼほぼいいね、倒せる一気に。であとは例によってステータス上げ、多分サーベルが速いよね。え、三星雲ブリザード。三星雲もでもあれなんだよな、全体攻撃なんだよね。それはかなり美味しい。メデューサになった。自信を継承した。結局モンスターもアビリティだからね、どれだけ役立つアビリティを覚えているか。いきなり宝箱ある。あ、これやっぱでもここしか行けないわ。エルメスの靴、マジか、すげえいいのが入ってんじゃん。ただ俺さ、エアバッシュっていうすげえもん手に入れたからね。愛人、エアバッシュとエルメスの靴だったら素早さが上がるな。魔力が5下がんのか。でも素早さめちゃくちゃ上がんね。これ時間の流れを速くする靴、魔力20か。やっぱりなんか魔力低いよな。魔力が素に戻るってことか。だから全部5上がるんだなきっと、エアバッシュは。いや素早さ上げてー、まあ、防御もちょっと上げたいよね。よし、ちょっとエルメスの靴で鉄下駄、力41万だ今。あの補正かかってると思うけど、素早さが31、防御は1下がる。そう考えるとエアバッシュいらなくね。メカに装備させよう。何を外すか。キックの代わりにエアバッシュ。いや素早さすっげー下がるわ。ライトサーベルはやっぱり素早さ系は素早さが上がるね。うん、どうしよう。盾ってでもさ防御だよね。いや防御力めっちゃ高えわ。エアバッシュせっかくもらったけど使い道があまりない。いやー、鉄下駄を捨てるか、エアバッシュにしよう。あと多分ね、自身の魔力がないと回復量が少ないんだよね。それ考えると魔導回路くらい装備しておくのもいいかもしんない。要は使う側の魔力と受ける側の魔力が影響するはずなんで、ヒットポイントの回復、ケアルとかは狭い。ここは回避できない。またお前か。ちょっと何もしない。サーベル、弓、尻尾、最大ヒットポイント。人間強いね、どんどん上がっていく。でもメカは装備品だからね、
こいつも早いんだよな。裏から入ろう。で、地下1階。敵。敵。さあ、来い。で、スライム系だから、グリーンスライムじゃなくて、イエロースライム出てくるかなと思ったけど、全然出てこなかったわ。3セーブ5回しか使えないのかな。じゃあ、本物だな。若干サブマシンガンが火力不足になってきたな。86、まあまあかな。デビスリルの弓尻尾倒した。てか早い。どうする。最悪悪くなる可能性があるけど食べてこう。ギャハハ、毒ガンになった。こう魔法のね、せめてグループ攻撃、全体攻撃とは言わないまでもグループ攻撃ができるアビリティが欲しい。ペットに全部系攻撃手段が2種類とかしかない。金の針いらね。地下2階、こっちに発掘ポイントがある。回収しよう。こいつはチェーンさせよう。おお出た。マクロファージがいるじゃん。マシンガンで、ちょっとマシンガン確実にまず数を減らす。クラウド覚えてるよ。あれこんなんあったっけ。属性ガードとかそりゃなんか効かなそうだったもんな。毒で、毒って戦闘の後も継続するのかな。まひた、マジか。じゃあここ弓クラウドはまた別の機械に使おう。上がらん。2600円か。アトレイヤが評価してくれたよ今。俺の好きな、なんかお気に入りのミューズ決められた気がするんだよね。春風のペンタ、これも多分あれだな、プレゼント用だな。敵さあ来い。いけ、チェーンしなかった。ただその分敵が多い。マシンガン1体ずつ倒そう。ここはクラウダをちょっとこいつにか効くか。毒だけどまた効いた。あ強いね。いいねいいね。なんでこの前のやつさ覚えてなかったんだけど、クラウダを気絶した。いいぞ、クラウダ覚えてれば強い。え、変えたくないといえば変えたくない。食べないでいこう。ちょっとグループ攻撃を得たのはでかい。また次の世界に行ったら変えよう。じゃあここ敵が一体だ。なんかなんもないね。メデューサ、こいつはさ絶対さ気絶させてくるでしょう。ブリザード隣を体当たりしよう。2ターンかけて倒したいんだよね。2つあげたいから。尻尾尻尾大丈夫で、何もしないサーベル弓で、こいつも何もしないでいいや。おお、島力上がった。まあ、とにかくエスパーはさ上がってくれればいい。あれどっちから来たっけ。チカさん、あ こっちでいいんだよね。左か右か。左。宝箱。ロケットパンチか。どうだろうな。もうすでにあるからね。売ろう。金の足しにする。ロケットパンチなんだかんだで使ってねえし、全然使ってない。で敵は2体、こいつを引き寄せる。え、チェーンの距離がいまいちわかんねえな。弓サーベル弓
食らうだ。これでね、ちょうど倒せるはず。イエーイ。てかミスリルの弓本当に強いな。あ、見つかってる。地下4階、ここは結構広いね。あれ、なんか下の方に謎のマークが。え、なになに。あ、壊せるよってやつか。これアビリティ変えなきゃいけないんだよね多分。マップアビリティを破壊で防音とだけで、そしてまた発掘にしないといけないから。発掘、あ、トラップ解除ってさ、装備してなきゃいけないの、もしかして。それだったらめんどくさいな。一回一回宝箱見るたびにさ、トラップ解除しなきゃいけない。妖精の杖、え、杖って何、魔力系の武器か。え、雨を降らせる、敵全体魔力っていうか魔法攻撃かけ5。あ、酸性雨ね、簡単に言うと。そうだよ、そういうことだよ。今宝箱が見えたから、あれも回収しよう。超いっぱいいる、これはまずい。カメレオン7、炎、クラウダ、カメレオン倒そう。で、クラウダで炎、いいね。マシンガン倒せるでしょ。あとは溶かす、トフィッシュが湧き上がった。リビットドライブ溶かす、強えな。こいつから先に排除しておくべきだったか。サーベル、弓、体当たり、まだいける。で、力も上げたいからミスリルソードも使う。ケアル一回かけとこう。すげえ。お、特殊剣の使いが上手くなった。特殊剣ってどっち。え、ミスリルソードって別に特殊剣じゃなくね。サーベルだよね。ちょっと待って、回復しよう。これはケアルを使うか久々に。いや、回復量少な。ミカミックスもちょっと魔力上げ、どっかの場面で魔力上げに走ろう。また敵がいっぱい。で、ミスリルソード、こいつは確実に倒す。クラウダ、カメレオンは大丈夫でしょ多分。変な攻撃してこないから。で、ガラクタがマシンガン撃って、デュランダル一掃、あとカメレオン。ザコザコザコ、全く効かんわ。効いた強い、やばいやばい。愛人は食らうな、やっぱり。で、ちょっと待って、マシンガンでこっちは排除しよう。で、サーベルで、弓で、で、クラウダディア。あれ？ちょっと、どういう状況になった？意外にクラウダだけで倒したけど。全く能力上がらん。ただし、金はめちゃくちゃ手に入る。いけ！うわー、しまったー！これ多分あれだよね、罠解除してれば大丈夫だったんだよ。何が入ってたか分かんないけど、もったいないことをした。フロアごとにセーブして、爆発宝箱だったらロードする。セーブ全然こまめにやってないからね。メデューサね、ちょっとやっぱ危険度が高いから倒していきたいんだけど、いや、サーベル体当たりは期待しないで、ミスリルでも倒せる。尻尾は大丈夫。いや、石棺なのが怖い。
で、ミスリルソードのブリザードタイアタリか。ブリザードで倒せるかどうかだよね。あ、倒した。ブリザード覚えた。賛成忘れた。だからマップが切り替わったらセーブをする。ちょっとめんどくさいけどそういう方向でいこう。で、おお、これはもう戻ってこれないタイプか。これこっちの方さ、なんか宝箱とかありそうな雰囲気。宝箱がなマップ上に表示されてこらくれれば、ちょっと距離を保ちつつ。待て、雲はあんまり直線的な動きしかしないね。スライムを引き連れて、ゲー、全然ダメだ。マシンガンでやって、サーベルでやって、ブリザードで、こいつら。基本的に味方が先制できるようになったな。微妙に倒せたり倒せなかったり。スリルの弓も若干減ってきたね。足まで回んなかった。まあでもどうせ上がんないんだろうな。なかなか上がらない。うお、ちょっと待って。さあ来い。よし。もう結構チェイン狙ってるけどさ、そこまで頻繁には上がんないよね。で、このパターンはデュランドだから一発で倒せないでしょ。マシンガンで移動して炎でクラウダでマクロファージー、あ、でもマクロファージーなんか溶かす使ってきそうだな。痛い。いや、愛人がやっぱりちょっと減る。で、あとはカメレオンの猛攻を耐えれば大丈夫。6体か、多いな。ペットも意外に食らうし、ちょ、1体ずつ排除していこう。クラウダかけるとでも終わりだよね。毒の粉ってカメレオンかける7じゃん。いけ、毒ミス。誰がミスで誰が毒したのかよくわかんねえ。2体ダメージ受けた。でミスリルソード弓体当たりしよう。多分このターンでも終わりだよね。ペットクラウダ以外の火力が弱いから。で、俺も毒じゃなかった。いや、これはメカで倒そう。ミスリルの弓はちょっともったいないな。もう数的にもったいない。回んないと思うけどそこまで。いや、こんなに頑張ったのにさ能力上がらないとか悲しいよな。今もうこの能力は高めなのかな、この世界では。そんなに強い気はしないけど、まあでも確かに戦闘で全然苦戦しないからね。こううまく対処すれば敵はすぐ一掃できるから。ゲーリクソ、リンちゃんこれを探しに来た。いや全然違うんだけどさ、なんかハイポーションとかそんなレベルだった気がする。よく見えないけど女の子すぐ近寄る。ミカミックス大丈夫か。私お母さんの普通のポーションだった。ハイポーションですらなかった。さっきそこにエリクサーあったよ。山の神様がいて帰れない。女の子のためなら神様だろうがなんだろうがぶっ倒す。リン、今日は大切な人が来る大事な日。薬が欲しかった。てかポーションとかね、そうこれ、まあ、よく言われるけどポーションとかそこに売ってんじゃんっていう。いやでもリンちゃんは貧乏だからポーション買えないんだよ。こういうところに来てポーションを手に入れないと買えない。山の神のこうやって見ると強そうだな。一応セーブしとこう。ちょ、待って、戻ることができない。あ、いいよ大丈夫っしょ。上書きしちゃおう。リンが増えた。リンとか弱えし、よくここまで来れたな。この弱さで侵入者
神といえど所詮は機械、偽りの神だな。山の神マシンガン、いや弓でいこう。で、ちょっとサーベルかけて、ちょっとステータスが上がるようにはしておきたい。パンチかキックかキックでしょ。で、ちょっと待ってね、バトルのスピードが今速くなってるから、ここだっけ、ほらケーキ弱い、そりゃ倒せないわ。ジャッジメント0220176、このままガンガン攻めよう。ブリザードでいくか、クラウダ使おう。お前はどうでもいい。345強い、いけクラウダ。連携はしない、うわー、そうか、そりゃそうだよね、毒にはならないよね、機械だから。うお、一斉射撃、おお、食らうは食らうな。178、ちょっと回復するか。愛人の方が遅かったよね。山の神早いな。まあ、なんか知んないけど属性をガードしている。てかガラクタがすげえ遅いんだけど、なぜだって言ったらガラクタ耐久力高いからね。まだいける。山の神なかなか強いな。ヘッドがクソザコなんだけど、うわやばい、また一斉射撃。てかなぜ愛人を狙う、やめてくれ。俺の愛人に何をする。怒りのブリザード。なかなかやるではないか。ちょっとケアの回数が減ってきた。ペットが役に立たないのがかなり悲しい。あ、これ俺の方が早い。なんか強いの使ってくるのか。回復しとこう。あ、死んだ。よし素早さ、最大ヒットポイント、魔力、素早さ、よし上がる上がる、いいね、さすがボス戦。こいつは爆発して問題ないと思う。氷の巻き毒、え、なんだ、秘宝、奇跡の羅針盤、ミニマップ、ハイポーション。さあリンの家に戻ろう。勝手に戻った。オーリン無事だったか。え、あれは父さん、なんでここに。あれ、リンのお父さんっておじさんだったんですね。冷静だ。だから家に帰らないって言ったんだな。それは勘違いだわ、おじさんがそんなことするはずないわ。いや、何年も帰ってこなかったのも説明がつく。クソ、あいつめ、口ではうまいこと言っておいて汚いぜ。母さんを裏切ってもう親と思わないぞ。そりゃそうだろ、そういう血を引いているからね。愛人も愛人のくせに冷静だな。君も愛人だからね、所詮は。立場同じだよ。母さんになんて言おう。これからどうしようか。秘宝を集めよう。よし、秘宝を全部集めてあいつを見返してやる。じゃあちょっと奇跡の羅針盤みたいなのを手に入れたので効果だけを見ておきましょう。どこだ、宝のある場所。おお、いいね、伝説の羅針盤、これ先に手に入れた方が良かったな。なるほどなるほど、オッケーオッケー。じゃあちょっと山の洞窟もクリアしましたので、次はもう一つの洞窟ですねをやっていきたいと思います。じゃあまた例によって回復してアイテム整理をして、次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。